今日も笑顔でこんにちは、古田です。はい、今日も聞いてくださってありがとうございます。とまたまた移動中なんですけど、今日はあの出勤、これから出勤の車の中です。まあ、多分今後もね、あのきっと移動中がやっぱり時間的に有効に音声取れると思うんで、車の中からお伝えすることが多くなると思いますけれども、よろしくお願いします。はい、それでは出発します。はい、それではあの前回ですね、あの前回と今回でスーパーサイヤ人になる方法をお伝えしていくんですけど、まあ、今回後編ということで、あの前回の音声では、あの感情エネルギーについてお話ししました。まとめるとあれですね、まあ心に不安なんかを持たずに、他のことに気を取られることなく一つのことに集中している状態が最高に感情エネルギーが高まっている状態です。はい、まあ、なかなかねお話前回はさせていただいたんですけど、まあ、簡単にまとめるとそういうことなんですね。まあ、それだけ言っても意味わかんないと思うんで、まあ、ちょっと詳しくお話しさせていただきました。で今回はあの運動エネルギーの方の話ですね。あの本当非常に重要な話ですね。あのぜひお子さんだけに限らずあなたも実践していただきたい内容となっていますので、もしなんか近くにメモするものなどあったら、メモしていただけたりするといいと思いますね。実際に運動エネルギーっていうぐらいだから、体を運動させるエネルギーのお話なんで、それをしていきます。まあ、前回から言ってるんですけど、前回の感情エネルギーと今回の運動エネルギーを両方が高い、両方が最高に高まっている状態で初めてスーパーサイヤ人になれるんで、その辺を理解しておいてください。はい、そうですね。まあドラゴンボールっていう漫画ではですね、あのベジータっていう、まあ、主人公悟空のライバル的な存在な、もともと敵だったんですけどね、いつからか仲間のような存在になっていくんですけど、またちょっと漫画の話なんですけどね、まあベジータはなかなかスーパーサイヤ人になれなかったんですね。まあ悟空はなったんですけど、スーパーサイヤ人に。ベジータはよく言ってましたよ、なぜだ、なぜカカロットにできて俺にはできないみたいな。カカロットっていうのはベジータ悟空のこと呼ぶときカカロットって呼ぶんですけど、まあどうでもいいんですけどね、そのこと。あの、まあ、ベジータはなかなかなれなかったんですね。あの、もともとの能力は悟空より高かったんですよ、はるかに。それなのにベジータはなかなかスーパーサイヤ人になれなかった。それは、まあ、今回のお話からすると、その感情エネルギーと運動エネルギーの、まあ、どちらかしか高まっていなかった。まあ、もしくはどちらも高まっていなかったっていう、そういう状態でベジータはスーパーサイヤ人にはなれなかったっていうことなんですね。まあ、おそらく運動エネルギーは発達していたんですけれども、感情エネルギーの方が低かったっていうような感じだと思うんですけどね。まあ、それは漫画の話なんですけど、なのであの非常に今回の話も重要なんで、しっかり聞いてください。で今回は運動エネルギーを高めていく方法なんですけど、まあ、具体的に、まあ、4つのポイントがあります。まず1番目水、2番目食事、3番目運動、4番目睡眠。この4つのポイントがあるんですけど、この4つのポイントを、全て理解して、その全ての項目をしっかり行うことができれば運動エネルギーが最大限に高まります。でこういう話ってあの結構いろんなこと言う人いるんですね。
まあ、いろんな説があるっていうか、例えば食事とかに関しても食事の取り方とかですね、まあ、いろんなこと言う人いるんですけれども、まあ、自分はまあいろんな、まあ、それ自分なりに本を読んだり、まあ、インターネットなんかで情報を得たりして、まあ、総合的に、いろんな方面から総合的に見たお話をするんで、おそらく、まあ、99% は正しいことをお伝えできると思うんで、まあ、その辺を安心して聞いてください、はい。まあ、ちょっとそれは違うんじゃないかって思うようなこともあるかもしれないんですけど、まあ、一応参考までに聞いていただけるとありがたいです、はい。でまず1番目の水の話なんですけど、まあ体の 60% は水でできているって、まあ、有名な話なんですけど、まあそうなんですね実際、で水ってまあすごいんですよね、すごいんですよねって何がすごいか分かんないと思うんですけど、まあ一番体にいいものは何かって考えた時に、まあ体、まあ、栄養補給とかのことを考えるときっと、そういう栄養ドリンクとか、まあ、健康ドリンク、まあ、青汁なんかあったりするかもしれないんですけど、まあ、ぶっちゃけ水が一番体にいいんですね、それはまあ当たり前なんですよね、まあ、体の半分以上が水なんで、その水を体内に摂取することによって悪いことは一つもないんですね、ですけれども、なんか多くの人はちょっとその水を忘れがちっていうか、他の飲み物に行ってしまうっていう傾向があって、水が一番体にいいです。で、水がそのエネルギーを補給してくれるんですね、その運動エネルギーを。まあ、詳しく言うと、まあ、体の中の説明をすると、その水を取ることによって、まあ、代謝も上がるし、代謝が上がることによって、まあ、体内の余分なものが外に出るっていうわけですね。だから体の中に毒素を溜め込まないっていうことですね。で、まあ、結果的に血液の流れが良くなるんですね、水を取ることによって。でそれが全てなんですね。血液の流れが良くなると、まあ、脳の回転も良くなるっていうこともあるし、もしあなたが肩こりとか腰痛とかあるとしても、それは結局血液の流れがそこが悪いっていう状態なんですね、だからまあマッサージとかで血行を良くしたりするっていうのとかもあるかもしれないんですけれども、本当手っ取り早いのが水を飲みまくるっていうことなんですよね。なんでこれからは、まあ、ちょっと今話水 そんな話かよって思ったかもしれないですけど、本当にこれ大事な話で、喉を渇いたら水を飲むっていう感覚ではなく、これからはなんか自分のパフォーマンスが落ちてるなとか、ちょっとエネルギーが不足してるんじゃないかな、ちょっと疲れてるなっていう時に、水を騙されたと思って飲むようにしてください。もう自分が思っている以上に飲んでもらって結構です。はい、限度はないんで。そうですね。なんで逆に言ったら、まあ、他の飲み物っていうのはあまりエネルギー補給という意味ではあまり役割を果たしませんね。まあ、ジュースなんかも結局水と、まあ、毒を一緒に飲んでるっていうような、まあ、大げさに言ったらそういう感覚で捉えてもらっていいと思いますね。で、まあ本当全てにいいんですね。水を取ったら悪いことがあるってこと一つもないんですよね。まあ、肌なんかも綺麗になるし、結局代謝が良くなってるんで。で、まあいろんな分野で一流となっている人とか成功している人ってもう実はそれを知ってるんですね。水がエネルギーを補給してくれるということ。なんでそういう有名な人のセミナーや公園なんかに行くと必ず大量の水を用意してるんですね、自分の周りに。でもしきりに飲んでるんですよ。それは喉が渇いて飲んでいるわけではなくて、エネルギーを補給して脳の回転を良くして、よりいい話をできるように水をもう必要以上に飲んでいるっていうことなんですね。
まあ、そういう人が成功者なんです、うん、で成功者はもうそれを知っているんですね。だから今日あなたにもそれを知っていただきたくてお話しています。でお子さんにもそれを伝えていただいて、うん、まあ、水をこまめに摂取するように心がけてください。実際に1日水だけ、水分は水だけで試しに過ごしてほしいんですよね。全然体の状態はびっくりするほど違うんで、うん、それを感じてほしいです。で運動エネルギーを高める、まず第一の要素として水の話でした、はい、で2番目は食事なんですけど、うん、食事ですね、うん、でまあ、この話も話し出したら長くなるんですけれども、まあ、結論言うと肉とご飯は一緒に食べない方がいいです。肉とご飯、炭水化物とタンパク質は一緒に摂取しない方がいいですっていうのは、どういうことかというと、体内の中にはエンザイムという成分があるんですね。酵素なんですけど、体内に誰しもエンザイムっていう成分があって、そのエンザイムの数、うん、体内にあるエンザイムの数っていうのは、まあ、人それぞれ決まってるんですね、まあ、例えば10個だったら10個って、うん、でそのエンザイムが本当エネルギーの根源なんです。エネルギーの根源はエンザイム、まあ、体を動かすにしてもそのエンザイムが働く、うん、頭を使う時もエンザイムが働く、まあ、アイデアを出す時なんかもね、エンザイムが働く、まあ、全てにそのエンザイムの働きによって、うん、自分が動いているわけなんですね、うん、エネルギーの根源はエンザイムなんですけど、結局その炭水化物、タンパク質、特にお米、お肉っていうのは消化に負担がかかるんですね、うん、なんでエンザイムが その消化の方にエネルギーを使うのに、まあ、例えば10個あったら8個ぐらいがいっちゃうわけなんですね。で残り2個しかないんで、他の動きがどうしてもスムーズにいかなくなるんですね。まあ、考えてもらいたいんですけど、まあ、焼肉屋さんに行ってご飯とお肉を満腹食べました。その後にハイパフォーマンスですね、高いパフォーマンスは絶対にできないです、うん、なぜならそっちの消化の方にエネルギーが使われているんで、まあ、10個中8個なのか7個なのか分かんないですけど、たくさんのエンザイムが使われているんで、その体を動かしたり脳の方もですね、脳もの働きにも遅れが出てくる、ハイパフォーマンスができないっていう状態になります。なので、具体的に言うと、まあ、本当にこれ気をつけてもらえればよりいいんですけど、まあ、食事に関しても、できるだけご飯と肉は一緒に摂取しないっていう、例えばご飯と魚だったり、まあ、肉と野菜であったり、まあ、例えば一日の食事の流れを言うと、あとね、朝ごはんはたくさん食べた方がいいっていう、まあ、常識みたいなのあるじゃないですか。あれもちょっとふわっとした常識で、まあ、それ 100% 正しいって言えないんですよね、実は、うん、なぜかというと、そのご飯とかを、炭水化物をいっぱい朝から摂ると、まあ、さっき言ったようにエンザイムがどんどんそっちに使われるんで、他の動きが、まあ、それ、まあ、学校なんかにそれから行っても脳の回転がちゃんと働かないっていう、そういう悪い意味もあるんですよね、本当に、うん、なんで朝ごはんを炭水化物、まあ、朝からご飯と肉を一緒に食べる人はあんまりいないと思うんですけど、もしそういう状態で学校に行ったらずっと眠たいはずです、うん、そして給食も例えばご飯と肉のようなものが出たら、また昼以降もずっと眠たいはずです。で夜ご飯もご飯と肉を一緒に摂るようなことがあったら、もう一日中眠たいっていうような状態なんですね。そっちにエネルギーが使われているんで、うん、本当に焼肉屋さんでご飯と肉を満腹食べた後ってちょっと疲れてるんですよね。